今日の控室ですね、こんな感じなんですけど、はい、セクシーな美女がいますよね。はい、彼女は、はい、もうめちゃめちゃセクシーですけど、実は私の10年来の友人です。10年来というよりは10年ぶりにね、あのポールダンスを始めたのが大体10年くらい前なんですよね、実は私たちって。もう彼女がお母さんになって、その後お子さんも生まれているということなんですけど、もうこのボディコンテストにチャレンジするということで素晴らしいなと思ってます。今日は実は久しぶりに、はい、10年ぶりに会いました、出会うことできました。今ヘアメイクが終わって、終わりました、終わりました、はい、終わったとこですね、はい。ところでマオラちゃん、めっちゃセクシーですよね。近くで見てももう全然もうセクシーで羨ましいぐらい。はい、じゃあせっかく会えたので突然ですけど、いくつかなんかマオラちゃんに聞いてみたいなと思いました、はい、どうぞ。はい、今日はセクシーボディジャパンなので、このそうセクシーに関する質問しようかなと。まあ、マオラちゃんはナイスバディなんですね。元からナイスバディなんですけど、ボディのキープの秘訣ですね、その、まあ、美肌とか、まあ、ボディラインとか、うん、お母さんにも知らないうちになっちゃってたんですけどお母さんモードが全然出てないんですよね。それを保つ秘訣みたいなところを聞いていきたいなと思いますけど、それはもう、はい、うん、まあやっぱり食事管理と筋トレですよね、うん、なるほど、はい、もうここに答えありますねそう、内面から綺麗に、そして外面も筋トレをちゃんとして綺麗に磨くっていう、もうこれしかないですよね。それしかないです、はい、頑張るしかないのね。頑張るしかないですね、はい。まあ皆さんも、まあ、そう言っても私自身もそのやっぱり食事とか気は使っててもね、なかなかキープできなかったりするんですけど、マオラちゃんスイーツとか食べますか？最近あの、うん、パンとさよならをする会っていうのをして、すごい今度あのベストボディジャパンに、あ、なるほど、出てる、うんうん、ベストボディジャパンに出るので、うんうん、それのための減量をしておりまして、ね、スイーツは買っております。素晴らしいですね実はそう、マオラちゃんは今年から今日はセクシー部門なんですけど、通常のベストボディジャパンに出る予定なんですね、はい。で、まあ、今年からチャレンジを始めるので、そこで、まあ、あと何ヶ月か後、最初の6月、あと2ヶ月かな。ベストボディジャパンって、まあ、結構絞らないと、筋肉もある程度健康的なレベルの筋肉を見せないといけないので、ちょっとそこですね、時間かけてやらないといけないというところが苦しいんですけど、炭水化物オフってこと？いや、糖質はオフしてなくて、うんうん、しっかりご飯は食べてます。糖質はそこはカットせずにということですよね。はい、クリーンな、はい、クリーンで。なるほど。ちょっとリハが始まるかもしれないので、一旦ここでストップします。これで無事、ね、名古屋に、名古屋に帰ります、ね、うん、これを持って、ね、終電で帰っちゃいます。ありがとうございます。